そうだから充電できてなくて今充電が0%なんですねなので残念ながら充電ができていないということであのもう携帯でねやってます携帯も充電ないんですけど、まあ、何が一番端末やるかってなったら携帯だったんで携帯持ってやってます今日はもう <coughs> 何時に終わるか分かんなかったんですけど意外にこの時間に帰って れままししたたお仕事終わりましたもうこのあとは速攻でお風呂に入りたいと思いますちょっと温まらないと寒い今日に限ってね雨だった私本当に雨女かなーってちょっと自分でも思っちゃいましたうん本んに雨女かもしれない <laughs> 最近ずっと声がハスキーなんですよね私まあもともとね声低いんですけどかすれてんなーって会れながら思っちゃうよねそうなんで明日 なんでよ、今さあ、あったかくなってほしいし。今日なのよ、今日、今日ので。<laughs> なんで明日。うん。悲しくなっちゃうテ TikTok ね、あげたんで見てください。魔性の女 A っていう歌。 歌を自分であげてしまったよねあれは人があげるもんなんだけど自分でね取ってしまったいや自分がそういうわけじゃなくてシンプルにになりたいなーっていうことでねなりたいなーっていうことでっていうの風にあの捉えていただけたらと思いますあれは妹とデートに行った時に妹に「 撮ってもらいましたなんだろうなんかいつもあげてる TikTok の感じとかなんかいつも載せてる写真とはまたちょっとテイスティングの違う写真だったと思うんですよ。はい <laughs> あの写真普通に欲しいあ本ほんとうん分かったじゃあまた Twitter あ Twitter じゃないわ X とかでちょこちょこ載せていきますね結構写真撮ったんですあれ以外にも写真撮ったんですけど、まあ、TikTok にしか載せてないなっていう。 あれは代官山ででですすすそそうう山の,あのスタバがあるところの外でテラスのとこでスタバ飲んでたんですよねそうあれあそこで撮りましたでもあの日もめっちゃ寒かったんですよめちゃくちゃだからホットを飲んでたんですよほんとフラペチーノが飲みたかったんですけど寒すぎて寒すぎてホットを飲んで飲みました アパカパー <coughs> アパカパカババイイイエーイ。<laughs> そうですね、大根は結構どこでも映えるんじゃないかな、うん、思いますあんまり自分もそんな知らんけど <laughs> <わ>今日も早く寝ようめっちゃ眠い <laughs> 疲れた <laughs> まつげめっちゃ伸びました 育毛中ですめっちゃ頑張って伸びて最近結構写真でもまつげの存在感あれかな朝は早かったです昨日公演が終わってお田の卒業公演だったんで終わるのもめっちゃ遅くて家帰ってきてるのがめちゃくちゃ遅かったんですよでそれからまあ仕事の準備とかなんかつい,いろいろ今日の準備とかしててちょっと遅くて今日は4時間も寝てないんですよね私3時間半とかしか寝てなくてシンプルに眠い <laughs> <laughs> なんでもうこのあとお風呂入ってっていう風にしたいなと思いますでもなんか最近正直なところなんか3時間半とか4時間とかしか寝てないのもうめちゃくちゃありすぎてもはや何とも思わなくなってきちゃった <laughs> やばいよねやばいやばいやばいの分かってるんだけどうーんなんか。 その普通すぎてな何とも思わなくなってきた自分がやばいよね良 <laughs> よくないよね寝ます寝ます本当にねぼーっとしちゃうだから眠くなるめっちゃ眠くなる全然眠くなる でも仕事してたら大丈夫ですね仕事して仕事してないと早起きなんてしないからあれなんですけどでも移動とか結構寝ちゃうかも私も今日仕事で帰ってくる移動寝ちゃってましたね思いっきり爆睡してました首がもう私寝る時に皆さんどっちタイプですかこう上向いて寝ちゃうタイプの 人人と下向いいいて寝ちゃゃう人がいるじゃないですすか私圧倒的下向いて寝るんですよでよもう首が鋭角に曲がっちゃってていつもここのここになんかここに顔の首この顎がつくぐらいもグイーンってもうベジョーってなるぐらいすっごい真下向いて寝ちゃってて本当に嫌だ首にしわできんだけどと思ってすっごい嫌なんですけど下向いて寝ちゃってます。 昔ね、こうやって上向いて寝てたんですけど、上向いて寝れなくなっちゃって、なんか下向いてることがさ、本当に多くなっちゃって。<laughs> <laughs> そう 確かに横ね,こうタイプね確かに横でね寝てた時さ起きた時さ首痛たた,たたたたたたってならもう起き上がれんのやけど首が痛すぎてマジでネックピローってさ正直な話さあれさ使うんやけどさ あのー、マレーシア行った時とか長時間の時とか使うんやけどさなんかさ機内のさやつってさ首ちょっと前に出てるやんネックピロ使ったらもっと首前に出んでさなんかさでへこんでるやん座席んとこがなんかさすごい体勢しんどくてなんかフライトでもネックピロないとこうなっちゃうからしんどいしなんかすっごく。 寝づらいネックピローってうん使うんですけどマジで寝づらいシンプルにそうあー空気私空気タイプのネックピローじゃないんですよクッションタイプのやつを使っててだからかな 本当にしんどいから私もこのこうやって回しまくってこうやって使ってます。うん、ねんかもうあれは本当にねダメ。 本当にね、そうなんですよかたっかたっかたやばい、これで巻いたらシャレなら フライト寝れないよ、ね、私もマレーシアのやつほとんど寝れなかったですマジでだってマレーシア行った時の深い睡眠1分でした私やばくない結局2時間ぐらいとかしか寝てなかったと思う言うて。 7時間のフライトででも私ロス行った時10時間のフライトは一睡もしなかったですうんでもああいう時はもう睡眠薬を飲むのがおすすめもう起きててもしんどいし暇やし充電なくなるし大変やからあのー、マジで睡眠薬のものがおすすめです の自分も行きはあれだったんですけど帰りにその一緒に帰ってたあっちのスタッフさんたちとなんかもう7時間ってほんときついからなんか睡眠のやつ飲むのが一番いいよって言ってで結局それも4時間ぐらいとかで切れるからそうだから私も3時間半ぐらい。 で睡眠薬飲んないけど全然寝れなくて薄い意識の中つきました日本にって感じだから意外にやっぱり飲むのもね良いかもしれないやなんか起きれてられるでしょうって思ったんですよあの全然きつかっためっちゃ酔ったしなんかめっちゃ酔ったんですよすっごい頭痛くなっちゃって めっちゃ酔っちゃって気持ち悪くなっちゃって結構大変だったからあの寝るのが一番だなと思いましたなんか暇すぎてダウンロードしてたドラマを見たんですけどそれも全部見終わっちゃってそう、ね、なんか本当にきつくて最終的睡眠薬飲んで日本に着きました。 帰りに寄った勢わなかったんですけど帰りに寄りました寄って気持ちよかったうーん まあ,あ時間も微妙だったっていうのもあるかもね行きの時は深夜,便深夜であっちに日本あっじゃじゃ朝に早朝に着くだったんで寝ないとその日に仕事だったからきつかったんですけど帰りは逆に着くのが深夜だったんですよそうあっちに昼ぐ,昼ぐらいに出て深夜だったから逆になんか寝るにしてもちょっとみたいな 昼,夕昼夜ねみたいな感じだったからなんかそれはそれで寝れなくて眠かったんですけどでも全然寝れないかなと思ったじゃないですかでもやっぱ疲れてたっぽくて家帰ってきて普通に寝ました普通に寝ましたでも起きてるかなと思ったけど 起きるなんて絶対無理だと思ったね絶対無理しんどいしんどいマジでしんどい全然時間経ってないやんって思っちゃうだからやっぱり寝るのがいい飛行機は <laughs> まあそんな感じでねちょっと15分ちょっと今日はこの辺で終了にしたいと思います<え>ちょっと短いんですけど終了にしますよ うん13シンドさん、12ピッタチャ、11マボルさん、10マニアさん、9オケンさん、8サーマスさん、7イツッチーさん、TikTok 良すぎた、好きです。だってありがとう。イエーイ 魔性の女になりたいですね魔性の女ってどうなるのか何のことか知らんけど楽園にッハ6位にさん睡眠をしっかりとねありがとう今日はいっぱい寝ますいやでもね私違ういっぱい寝ますいっぱい寝ますって言っててもう早起きになれすぎてなんか起きちゃうのよもう嫌だ本当に起きちゃうの睡眠取れてないくせに嫌だよ悩んになっちゃうね5位近石さん4位春太郎さん魔性の 雨女なんて最強だねお疲れ様いえマジそれな本当にマジで私本当に雨女かもしれんって思うなんか楽しみな日ほど雨だったり寒かったり天気最悪だったりめっちゃ多いのなんかえ天気私に恨みでもあるんかね ?3 位ザク19733明日はファースト DVD のフライの日で楽しみだねねー楽しみイエーイそして2位がタカさん そして1位がナーラブさんです。ありがとうございました。というわけで、えー、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショルムでお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。